青色草親子で陸上天夏インターハイの道。はい、天夏ちゃん、今日はですね、3年ぶりのスポーツテストやってみよう企画でございます。どうでしょう、3年前やから中学2年生ぐらいですよ。はい、これは体育科としてはね、意地を見せてほしいなとパパ的には思うんですが、昨日陸上部の練習、ちなみにどんな練習してきたんですか？600を7本800、400ってきついんですね。そうですか。そんな中、今痛みはございますか？股関節と、そこをかばってハムも痛くて、クラゲも背中も気持ちです。そらそら、はい、そうやね。そこを踏まえて、3年ぶりどこまで、その記録に追いつけできるかということで、まずは上体起こしから。はい、はい、7種目全部やりますが、上体起こし3年前33回でございます。30秒間に33回、しっかりね、地面に背中がつくような感じで、測定したいと思います。タイムキーパーはレモンちゃん、お願いします。抑える人はいいの？抑える人、ほなパパ行くわ。え？あ、ママ、これママいるよな。ママちょっと呼んできましょう。背中を地面につけてください。地面につけて、お尻痛いかもしれんけど、つけて上がってくる。お尻痛い？筋肉痛？筋肉痛な。お尻は？ん？お尻痛い？タオル敷く？よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40。すげえ、すげえ、これちょっとどうですか？すごいですよ。すごいですよ。ちょっと若干な、そのね、起き上がる感じが。でもさ、こっちの方が良くない？あ、それでも良かったかな。いっぺんそれでグッと上げてみて。あ、まあそれでもまあ、とにかく、もう少し起こした方がいいなと思ったんですけども、40回はすごい。33回から。あ、前が33？ うん。これ、やっぱりこの、高校での、体育先生からの体幹をまず鍛えろという指導のもと、そこを鍛えてるんですね。うん、見事です。はい、お見事。だいぶ大幅自己ベスト更新でございます。拍手。はい、続いての種目は立位大前屈です。それでは立位大前屈、最近はね、学生さん皆さん長座大前屈になっておりますが、昭和ながらのやり方で立位大前屈をお願いします。足は？足そんでいいですよ。はい、くっつけてください、つま先。そしたら、はい、お願いします。前回の3年前、25センチです。すごいです。さあ、レモンちゃん、お願いしますね。膝曲がってない？とは、22センチ。オッケー、十分。はい、22センチでございました。もう柔軟は込んで完璧です。20秒間にどんだけまたげるか。またげるかっていうか、ラインに触れるだけでもいいんですよね。触れたら OK。 どうですか、アマナちゃん、触れたら OK？ うん。ただこのラインね、あのテープで即席に作って、しかも雨で、ちょっとついてるだけやから、かなりコンディション最強に悪いですけども、まあ今のできる範囲でやってみてください。3年前は56回です。とんでもない記録です。パパは49回、レモンちゃん42回、ヒューガさん39回です。でもな、パパは下がってたんじゃん。そう、下がってた。はい、それではレモンちゃん、タイムキーパーお願いします。はい、20秒ね。はい、どうぞ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。あー、OK、ストップ。雨が降ってるやんか。で、ちょっとアスファルトとか他人工芝見たんですけど、怪我したらちょっと、この動画で怪我してしまったら後悔しきれへんので。そうですね。そうで、そのぐらいの声で、あなたいつもそのぐらいの声でお願いします。ということで、反復横跳びに関しては3年前の記録56回ということで、
記録しておきますね。はい、はい、どうなん学校のスポーツテストとか高1の時どうやったん？うーん覚えてないか。53とか6とか分からんけど、うん、まあ でもちょっと体が大きくなってるから敏捷性少し落ちてる傾向あるやろ多分。パワーついてきた分体大きだいぶ大きなったもんな。まあでもその辺はまあ差し引いてまた来年もしくはいつの日かこの56回を抜けるように応援しております。はい、はい、続きましてなんやソフトボール投げか立ち幅跳び行ってみましょう。それでは立ち幅跳びでございます。ちょっとだけ雨が小雨になってきましたが冷めてくってへんじゃん。え、なんで冷めてか降ってへんちゃう。降ってるやん軽いやん軽い。だからそれを小雨って言うねやがな。あ、これはい、ね、2m。これは3年前のスポーツテストでは虹色で他のスポーツテストでは 1m77 だったんですが、親子で陸上の方でこの橋立ち幅跳びかぶってまして、その時に2メートルっていうのをね、令和5年9月に叩き出しておりますが、はい、その2メートルをクリアしたら自己ベストでございます。はい、山田ちゃんこれに関しては2回やってもいいで別に。はい、はい、それではレモンちゃんがセッティングしてくれました。それでは何回やりますか。うーん2回で。はい、それでは山田ちゃん1本目お願いします。滑るね。そう今日はコンディションがあれやから83。どんまいどんまい。やな、もう一回いきますか。同じ。おらおら、レモンちゃんもちょっと飛んでみます。大丈夫大丈夫。今日はコンディションが悪いんでね、しょうがない。今できる最大のパフォーマンスをお願いします。2本目。おおお、まあ自己ベストは1回いけませんでした。2センチ。頑張りましたね。見事見事。1m92。 はい、お疲れ様です。次ソフトボール投げです。はい、続きましてソフトボール投げ、これ何本やります。これも2本まで OK。 2本いきましょう。前回の3年前の記録が 20m9 20.9 です。こう、そしてレモンちゃんがこれスタンバイしてくれました。レモンちゃん、おーい、頭に乗っけてるな。はい、そのレモンちゃんの前に置いてるマーカー、あれがアマナちゃんの記録やね。はい、カッパさん、ミッケ、2投目お願いします。はい、さあ来い。パパをビビらせろ。パパを超えていくんだ。パパを超えてビビらせろ。いいよいいよ、逃げるから大丈夫。ドーン、はい、ナイスレモンちゃん。これプルルルル、あ、だいぶ落ちましたね、だいぶ落ちましたね。パパのせい。パパのせい。そう、パパがいたから。え、パパがいたから緩なったあれ。うん、そんなアスリートが全力を出してください。もう一回行こう。パパが投げるとこに立ってたんで、うまく集中できなかったみたいで、最後これが本当の2本目でございます。アマランチャーソフトボール投げお願いします。おっ、どうだどうだどうだ。オッケーオッケーオッケー。はい、ということは自己ベストは 22.8 ですね。ちなみに今の記録は 18m70cm。 うん、オッケーオッケーオッケー。はい、山田ちゃんどうでしょうか。1本目いい投球出ましたね、はい、22.8 でございました。上半身結構ね、弱いと思ってましたが、陸上部のウェイトとか全身運動でどんどん強くなってますね。はい、さあ続きましては 50m です。 50m でございます。8秒切れるか。アマナツ、オンヤマーク、セット、ゴー。おお、これはちょっと分からへんけど、僕の押し方が悪かったんか知らんけど、うん、7秒13やぞ。え？え？これどういうこと？7秒13なんかで走ったことある？反応悪いんちゃう？これの？いや、手の。僕の？僕の反応が、え、あ、でもちょっと
あの早くなったの早くなってると思う。だってスパイクも履いてるから。ああ前より。だから7秒13って早すぎひん、これ。え、今までこんなの走ったことある？50スパイク履いて測ったことない。ないの？そしたらこれもうこれでいいか。はい、とにかく。え、めっちゃすげえもう出てしもうたから。スーパー記録出た。スーパー記録。ただあのスプリント力上げてインターハイを目指すためにはこの7秒。あ、でも先輩とか言ってやるやろ、7秒台。いや、え、伸びてんじゃん。ほんだ、ま、僕の反応がちょっとあの鈍ってる。だって今200走ったとこやから。僕も 7.4 とか6ぐらいは靴で走ってたような気がする。あ、そうな。あ、そっか。そしたらこれはもうちょっと成長と捉えておきましょうよ、これ。え、で、タカちゃんのさっき何秒やったっけ？8秒2です。シャトルランできなかったんで、はい、アマナちゃんとやります。はい。で、アマナちゃんが最高記録が2年前で100回。おお。で、タカちゃんは104回です。ただ2年間で僕だいぶ落ちてると思います。こっち上がってるでしょうか、どうでしょうか。勝負だ。ではお願いします。1始まりました。余裕ですね。配分考えてますね。でもさ、レモンさ、この音マジで大っ嫌い。この音は恐怖の音です。そう、ティロリロンって上がるとき。あ、そこマジで嫌い。ここも嫌いけど。何回ごとに上がるの？なんか、まあなんか7。ティロリンって上がった人知らん。パパ飛ばしすぎちゃう。あ、そうだ。でもパパは104回行ってるから。あ、なったー。50です。まだ余裕そうですね。いや、だいぶきつなってきたこれ。やばい。やー、ちょっと応援団いますんで。ソーラン節踊ってくれてます。応援頑張れ。だ、レモンの記録ここ。あ、レモンちゃん63回。すごいね。だ、今72。お姉ちゃんプレプレ。お姉ちゃん73です。まだだいぶスピード上がってきてますね。タカちゃん、タカちゃん大丈夫ですか？タカちゃんのフォームは崩れてました。頑張れ。きつそうな表情をしていますが、アップをもっときつそうな表情をしています。3、今81、100目指すんだ。83、上がったぞ。赤ちゃんは最
前半飛ばしすぎたようですね。まだ間に合ってます。まだギリ間に合ってますが、アマラちゃんも結構ね、いいペースで、ね。間に合うか？間に合うか？間に合ってる。間に合ってますね。赤ちゃんやばいです。赤ちゃんやばいです。聞こえます。あ、赤ちゃんが。タカちゃんが89回。頑張れ、頑張れ、お姉ちゃん待ちましたか。お疲れ。93。これはちょっと言い訳をするとですね、はい、ちょっと止めますね。あ、ね、あの、はい、何ですか。26回、言い訳聞いときます。50、100、200やったり、いろいろやった上でのでトレーニングができてなかったということで大幅な低下です。やばいな。言い訳。そして天菜ちゃんよりも低い、低かったですね。あら、これはちょっとやっぱり適面すぎますね。運動習慣が減ると、はい。あまなちゃん何番ですか。あまなちゃんは93。どうでしたか。きついな。水持ってくる。はい、ということでこれでスポーツテスト全部やりましたね。はいはい、ということで天夏がすごく成長しておりまして、しかも、昨日ハードな陸上部で練習してきて、いろんな痛みとか筋肉痛ある中、見事でございます。50m すごかったですね。うん、見事。はい、いやー、体育館の維持少し感じれたんじゃないでしょうか、道子さんとしても。そうですね、やっぱ筋肉がついたんで。続きましたね。持久系がもしかして酸素が むっちゃ必要なの。あー、やっぱそれもあるよな。まあでもそのそれもこう心肺機能も自分のマックスの心肺機能のことか、うん、60%、 30% 以上で、 60% 以上でやるとまたこうパワー、持久力が上がってくるみたいなんで、はい、はい、ちょっと待ってください。レモンちゃん優しいんです。あ、水を持ってきてくれていいよいいよ、やっぱりね、レモンちゃん優しいんです。伸びる可能性のある人にで、ね、僕も応援回ります、天夏ちゃんの。はい、ということで本日は、天夏インターハイの道は3年ぶりのスポーツテストやってみたシリーズでございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、最後は今日は天夏ちゃんからお願いします。また会いましょう。さようなら。バイ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 。まずね、あの、はい、何ですか。26回、言い訳聞いときます。50、100、200やったり、いろいろやった上でのでトレーニングができてなかったということで大幅な低下です。やばいな。言い訳。そして天夏ちゃんよりも低い、低かったですね。あら、これはちょっとやっぱり適面すぎますね。運動習慣が減ると、はい。天夏ちゃん何番ですか。天夏ちゃんは93。どうでしたか。きついな。水持ってくる。はい、ということでこれでスポーツテスト全部やりましたね。はいはい、ということで天夏がすごく成長しておりまして、しかも、昨日ハードな陸上部で練習してきて、いろんな痛みとか筋肉痛ある中、見事でございます。 50m すごかったですね。うん、見事。はい、いやー、体育館の維持少し感じれたんじゃないでしょうか、道子さんとしても。そうですね、やっぱ筋肉がついたんで。続きましたね。持久系がもしかして、うん、酸素がむっちゃ必要なの。あー、やっぱそれもあるよな。まあでもそのそれもこう心肺機能も、自分のマックスの心肺機能のことか、うん、60%、 30% 以上で、 60% 以上でやるとまたこうパワー、持久力が上がってくるみたいなんで、はい、はい、ちょっと待ってください。レモンちゃん優しいんです。あ、水を持ってきてくれていいよいいよ
やっぱりね、伸びる可能性のある人に。でね、僕も応援回ります、天夏ちゃんの。はい、ということで本日は、天夏インターハイの道は3年ぶりのスポーツテストやってみたシリーズでございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、最後は今日天夏ちゃんからお願いします。また会いましょう。さようなら。See you, bye. Bye. Bye.